トイレの匂いがラベンダーに変わってたね。すごくいい香りだよ。タケオくんがトイレの匂いに敏感だから、いろんな種類の芳香剤を買ったの。鼻が効くんだ。それはそうと、僕今日夢を見たんだよ。ヒルナンデスの次の MC に抜擢される夢。タケオくんだったら上手にさばけそうだもんね。さばいちゃうよ。タケオくんはきっと名 MC になれると思うよ。僕は MC になりたいんだ。私はね、夢でひまわりを摘んだの。そしたらそのひまわりの中心がタケオくんの顔だったの。うん、僕ひまわりかのとこあるけどね。あるよね。ああ、やっぱりダメだ。この前言ってたやつ？うん。いつより先が、やっぱり僕はわからないんだ。でも、私は、どんなタケオくんでも受け入れられるよ。はなちゃんは、なんで僕となんて付き合ってくれてるの？そんなの、タケオくんが大好きだからに決まってるでしょ？はなちゃん。たーすごかった。いっぱいびっくりした。かわいいやつ。花。ん？タバコでも吸おうかな、俺。でも前タケオくん、一吸いで80席してたよ。関係ねえや。一っ走り、コンビニで飴すっぴ買ってきてくんね。うん、わかった。じゃあ後で行くね。おう。ああ、金髪にしようかな。帰りに、キュービーハウスでブリーチをかけちゃおうかな。キュービーハウスにブリーチ剤ないと思うよ。盗んだバイクで走り出す。行き先も、わからぬまま。ああ、走りてえ。タケオくん自転車も乗れないでしょ。ごちゃごちゃうるせえんだよ。筋肉隆々だからだよ。あ、そうだ。明日タトゥー入れよ。タトゥーなんて気の迷いでダメだよ。菊池って入れるんだ。菊池武雄だよ。本名入れない方がいいよ。いちいちうるさいでやんの。はなちゃん。昔の私でタケオくんに戻ってよ。はなちゃん見て。タケオ。タケオだよ。さっきのタケオは、タケオ、かっこアルファベットだったんだ。今は？今はいつものタケオだよ。よかった。ごめんね、はなちゃん。初めてのことで、気が大きくなってたんだ。私やっぱりどんなタケオくんでも好きなことには変わりないから。はなちゃん、だから大丈夫だよ。ごめんね、はなちゃん。いるいるいるなんです。